ゴートが切り開く未来の音楽エポック。ナンバー、愛のビルボードジャパンランキングから見る、コミュニティとイベントの力。こんにちは、音楽ファンの皆さん。今回は、ナンバー、愛の楽曲、ゴートがビルボードジャパンランキングで3週目にしてなんと総合6位にランクインしたニュースをお届けします。この成績には、様々な側面が絡んでおり、コミュニティやイベントに与える社会的影響にも注目です。 ビルボードのチャートは様々な指標をまとめていますが、最も注目に値するのは YouTube の再生回数です。このビデオは再生回数チャートで1位位になりました。MV は再生回数1位を獲得するなど、その独特の魅力が多くの新たなファンを魅了していることがわかる。YouTube は多くの外国人にリーチできるため、 他のランキングは日本国内であり、このグループのファンが国内だけでなく海、外にもいることを証明しているからです。さらに、ダウンロードランキングでは8位をキープ。3週目にもかかわらず、まだまだ多くの人々に支持されていることが伺えます。特筆すべきは、日本のストリーミングランキングでの25位というポジション。これは驚くべき快挙であり、これからも長期間にわたって聞かれ続ける期待が寄せられています。 ラジオでのエアプレイでも3位にランクインし、これはアーティストとしての存在感を一層際立たせるものとなりました。ラジオを通じて広くアピールすることで、新しいリスナー層を取り込みつつ、既存のファン層を確実に引き続き楽しませています。コートが他のアーティストやイベントと競り合う中で、特に目を引くのはその音楽が体育トークで多く利用され、それに基づく再生数がトップ20入りしている点です。これは、 アーティストの楽曲が広く多様な場面で使われ、異なるコミュニティで支持を受けていることを示しています。ただし、これらの数字やランキングだけではなく、ナンバー、愛の、ゴートが新たなエポックを築く上で、どれだけのコミュニティとイベントに影響を与えているかを考えることが重要です。この楽曲が様々なシーンや状況で人々に共感され、新たな音楽体験を提供していることが、これらのランキング背後にある本質的な要因なのです。 ナンバー、アイの、ゴートはこれからも長期的な成功を果たすことが期待されます。ロングヒットを達成し、1年を通してランキングに名前を刻み続けることで、アーティスト自身やファンたちにとっても誇りになる瞬間となるでしょう。ファンは引き続き楽曲をサポートし、新しい挑戦にも期待しています。最後に、ナンバー、アイがこれからもゴートの成功を積み重ね、ロングヒットを果たしていくことを期待しています。 短期的な成功だけでなく、音楽の歴史に名を刻むような持続的な活動を期待しています。ゴートが描く未来の音楽エポックに、ますます期待が高まります。